今ですね、僕は、茨城県の袋田の滝の周辺に来てます。どうも。おはよう。はい、どうですよ。ドラちゃんいらっしゃい。昼間の和道は面白いですよ。皆さん。昼間の和道は当たり枠ですから。だからね、本当は一泊して明日行こうと思ったんだけど、泊まるのに8000円かかるんですよ。宿に。なので今日も移動します。今日見て、パッと移動した方がいいなっていう判断をします。やっぱりね、節約しないと。おー、どうもどうも、ラオさん。どうも。ガシガシ攻めていきましょう。なんだろう、人集まんないな。人少なくね、今日。なんだろう。なんでこんな少ないんだろう。分散してんのかな？こんにちは。こんにちは。おい、カムニート若津。てめさん、こんにちは。今どこにいる？んとね、加減の滝っていうところ。加減の滝。おー、どうだった？大丈夫だった？帰り、僕も頑張ってますよ。茨城県、茨城県。茨城県の、袋田っていうところですね。金曜日だからまだみんな学校？いや、俺のリスナーさん学生いない。皆無。学生は皆無です。電波と音声問題ない？ちょっと音でかそうだよね。音がでかいよね。ボーンデバイス。あ、あ。音これでどうかな？割れてる？音。オッケー。ちょっとでかかったはずなんだよね。加減の滝今から行く感じですね。チェンコさんいらっしゃい。おチェンコさんいらっしゃい。うん。宿一泊泊まりたかったんだけど、7000円だったから、節約で今日行くことにします。本当は明日行こうと思ったんだけど、音安定した。ありがとう。滝を見て、そのまま移動しましょう。おー、達彦さんいらっしゃい。和津です。達彦さん自衛だったんだね、もともとね。知らなかった。一服してます。今電車に乗って、電車の中でも眠りこけました。1時間でも日本三大名所の滝らしいよ。日本で三大名所なんだって。タクシーの運転手さんに聞いたけど。はい、ワード2ゼルでいらっしゃい。初見さん、どうもよろしくお願いします。ゆうなさん。日本全国旅してます。リスナーさんに会う旅です。もし面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。
今から滝を見に行きます。大阪のマジだ。なんかじゃあビジネスやるとき、僕リスナーさんからお店一緒にやろうって出資言われてるんですけど、一緒にやりましょうよ。あの旅から帰ってきたらお店やろうって言われてるんで。車で行ったんですか？うんとね、駅から歩こうと思ったの。そしたら3キロだったのね。で、俺は全然問題なかったけど、電波がなかったんですよ。電波がなくて。で、タクシーで、袋田駅から、この滝のところまではタクシーで1000円かけて来ました、ここまで。早く放送回さないと。と思って。電波が死活問題なんですよ。っていうのもね、無料バス出てたのに見過ごしちゃって、出ちゃったんだよね。その事例はリアツ通の放送外で、あ、了解でーす。オフ会の時にでも。じゃあ行こう。行きましょう。多分ね、みんなが想像してる滝じゃないと思うけど。滝はどっちだろうな。滝はどっちなんだろう。行きましょう。滝はどっちだ？袋田の滝。電車の中で爆睡しちゃったけど、1時間ぐらい寝ちゃいましたね。小1時間爆睡してました。本当の旅だから。いやー、シビアっすよ。シビアです、シビアです、旅は。おい、リーダーリーダーいらっしゃい。わこつ、挨拶ありがとう。マジか。これ何売ってんだろう。何売ってんだろうな。なんか木の棒が売られてんだけど、またたびかな。猫がメロメロになる木なんだけど、またたびの木持ってると猫メロメロだよ。あ、ちょうどあのリスナーさんに神社とかがあったら幸運になるから寄ってお参りしていきなさいって言われてたんで、ちょうど今なんだろう、不動明王ちょっとお参りしていこうと思います。お参りしましょう。あの旅はこういう神社とかで運気上げた方がいいっていう風にリスナーさんから教えてもらったんで、お金そんなにないんであんまり投げられないんですけど、申し訳ないけどお祈りだけさせてください。ジャニーさん、こんにちは。はい、わざす。ありがとうございます。バカープレゼントありがとう。バカープレゼントありがとう。いきます。こんにちは。
あ、袋田の滝入り口。着きましたね。ここだ。着きました。袋田の滝入り口に。見えてますか？大丈夫ですか？手打ちのカチ割りそば。はぁ。おぉ。なんだこれ ?100 円何が売ってんだろう。ユミさんいらっしゃい。行きますか。トンネル涼しいからその格好じゃ。マジで。電波あるかな？多分絶景が撮れると思うんですよね。絶景が。皆さんにいい映像をお届けできるように頑張ります。編集長さん、どうもどうも。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません。障害者手帳持ってるんですけど。はい、無料ですね。はい。ありがとうございます。行きます。すごいね。ハチおはよう。じゃあ皆さん、行きますよ。準備はいいですか？行きまーす。袋田の滝トンネル。1979年12月。編集長さんには、水戸名物納豆をおごっていただきました。あ、寒い。トンネル入った瞬間寒い。行きまーす。公共のところはほとんど手帳対応してますね。美術館とか。すごい涼しい。すごい涼しいよ。すごいよ。ちょっと、滝の映像をメインにしたいんで、コメント欄切ります。すごいね。映像見えてる？大丈夫？まだ電波あるかな？あるよね？大丈夫だよね？寒い。トンネル電波だけはし、あー、電波ちょっと切れ気味だな。まだ OK？ 無理かな。頼む電波つながってくれ。トマトか。電波切れてる？電波切れてる？どう？こんな感じですね。今ちょっと脇道入って、
見えてるかな。せっかくのね風景みんなに見せたいんで、電波ちゃんお願いします。電波お願いします。よろしくお願いします。電波ないかな。悔しいね、悔しいね。電波ないか。オーケー、もう一回電波切れるよ。もう一回電波切れるよ。うん、もう一回電波切れます。すいません、いくよ。もう一回切れます。ここはここで飲んでる。見える？大丈夫？見える？治った？吊り橋があるらしいね。吊り橋行ってみようか。吊り橋行きます。すごいね。これはすごいんじゃないの？これはすごいんじゃないの？すごい映像を見れそうだよ。みんな。入場券。すいません、障害者手帳でありました。うお。まあ大丈夫、見えてたら手を挙げて。電波ないかな。ここで電波ないのはきついな。届いてると嬉しいです。届いてることを祈ります。電波が届いてることを祈ります。どうでしょうか、届いてますか。まあちょっと距離がありますね。よかった、見えてる。よかったよかった。まだもう一段上に行けるんで。すごいね。音も聞こえる？すごいね。落が結構あるね。もう少し近づいてみる？すごい。吊り橋もありますよ。ありがとう、マキさん。花火ありがとう。こんな感じです。すごいね。なんか打たれる滝ではないね。すごい幅だね。いやー、自然ってすげーわ。すごいよ、自然って。すごい。じゃあ上登りますか。行きます。
これはすげえや、これはすごいや。準備いいですか？これはすごい。すごいね。やばいね。電波来いよ、頼むよ電波。電波頼むよ。これはすごい。すごい迫力だね。すごいね。ラグもすごいのごめんね。ラグすごいの勘弁してください。ラグすごいのだけ勘弁してください。申し訳ない。いや今日超暑いぐらいの晴天だよ。すごいね。自然って綺麗だね。あそこの吊り橋帰り渡ろうね。あそこの吊り橋いいね。あ、水しぶきが飛んでくるわ。すごいよ。いやー旅ですなー。旅だねー。絵になるねー。すごい。そうっすねー。のんちゃん見てるかなー。のんちゃん見てねー。放送岩つるつるっすねー。ツルッツルです。のんちゃんに面白い放送を見てもらうために放送やってるんで。みんなリスナーさんに、うん、すごいよ、すごい。いやーさっきの場所はあそこね。さっきの場所あそこ、あそこから見たのと違うね、迫力が。これはすごいね。さあね、もう一個上があるらしいんで、もう一個上から見てみましょう。今度またプツプツになります。ごめんなさい。またプツプツになります。まだあるよ。
ただいま、電波ある？今度は頂上からです。すいません、電波プツプツで。電波プツプツでごめんね。要は三段構想になってんのかな。三段ですね。すごいね。お疲れー、お疲れ様ー、お疲れ様でーす。ワード2、すごい景色だね。うんとね、ここはね、袋田の滝ですね。袋田の滝、すごいね。かなり上まで登ってきましたね。かなり上まで。すごい景色だね。でも、こっちはあれだね。高いところから見てもあんまり面白くないね、これは。高いところから見てもあんまり面白くないわ。さっきのね、間近で見たやつがすごかったね。いや、さっきの映像やばかったね。あの、間近？下の部分から見たやつ？あの、あそこの下の下の方から見たやつがすごかった。ねえ、みんな。はい、ワード2。ここは今一番高いところに来てます。湖みたいになってんだね、あそこは。自然ってすげえな。感動するよね。すごいわ。ここは袋田の滝って言って日本の三大滝らしいですよ。滝の中でも三大滝。波の音がすごいね。綺麗だね、本当だね。あ、日本にはさ、全知全能の神様がいなかったのはこういう自然とかに恵まれてたからなんだろうね。山の神様、滝の神様、太陽の神様、水の神様って、もう日本そのものがいっぱい神様がいたんだよ。すごいね。なんか下からもあるらしいんだけど、下も行ってみる？おー、のんちゃん窓2。ここアクセス最悪だよ。だから、本当はね、7000円で宿泊して泊まって、明日ここに来ようと思ったの。放送の雑談をすごいいっぱいやりたいから。でもちょっとお金ないんで、もう、ここの放送先にやって、そのまま福島入ります。入ろうかなと思ってる。本当は一泊したいんだよ、俺は。もう体休めたくてさ。うん。だから先に、もう、スポットに来ちゃいました。うん。先にスポットに。どうもー。じゃあ、下行ってもいいですか？下行ってもいい？あー、のんちゃんね、編集長さんに納豆の定食とか、ご馳走になったりとかしてるの。で、編集長、のんちゃんかわいいかわいいって、のんちゃんのファンなんだって、のんちゃんにも会いたいって言ってくれてたよ。うん。こんにちは、西田さん。天気も最高だね。よし、行こうか。移動してもいいですか？ OK。 まだ見たい？滝移動する？移動するよ。
俺の声はね、甲高いから通るんだよ。これ地下に行くのはどこに行くんですか？今降りて、登ってきたところに戻るんです。ああ、なるほど、はい、なんか B って書いてあったんで地下のことなのかなと思って。違います。ここに登ってきてまた同じところに降りて、はい、吊り橋の方行くと帰れるんですか？はい、吊り橋がありましたよね。渡って、はい、渡って右側ずっと行きますと、はい、車両進入禁止とこございまして、はい、あそこに出ます。あ、わかりました、はい、ただ道路は景色はこっちの方が迫力ありますね。ここが一番迫力あるね。のんちゃんすごいでしょ。おい、ほっこりお兄さん見えるわ。どつ、のんちゃんはどつ。のんちゃんすごいでしょ。ねえ、いい感じでしょ。見えてるかな。で、よかったね。さっき上の方から見たのよ。すごいね。さっきは上の方から見たんだけど、今度はね、下の方からの映像です。水しぶきが、水滴が飛んできますよ。目の前、本当に。目の前が滝です。って言っても50メーターはないか、どれくらいだろう。滝までね、すごい遠いんだ。この展望台から。どれくらいだろうな、多分30メーターぐらいかな。30メーター先ですね。ドレさんどうもー、どうもー、迫力満点です。ザ・旅ですね。ジャーニーさんどうもー、たくみさんどうもー。いい映像でね、今3カ所から撮りました。3カ所ね。一番上がダメだ、ここが一番いいね。すごいよ、水しぶきが。すごいです。いいね、いいね。いい感じですね。体張ってる甲斐があるよね。やっぱあれだな。ジャーニーイコール編集長？どういうことだろう。いいっすね。編集長にご馳走になったんですよ、納豆ご飯。今日編集長に会いました。癒されるね。ハートプレゼントありがとう。頑張るね。もっといい映像を撮れるようにみんな頑張るよ。ハートありがとう。支援ありがとうございます。いや、滝が思ってるよりも距離が遠いのよ。すごい距離の遠いの。みんなが思ってるほど近くないよ。いやー、都会に住んでるとね、なかなかない風景なんで。ここに柵があって、すごい遠いのよ。手の届く距離じゃない。手の届く距離じゃないよ。編集長めっちゃ優しかったですね。気持ちいいよ。気持ちいいよ、めっちゃ。
滝と戦ってます。ありがとうございます。編集長本当に今リアルに出会った15名本当によくしていただいてます。空気すごいよ。これから会える人楽しみにしてます。すごいね。笑ったよね。人間なんてちっぽけだよ。人間なんてちっぽけだよ。癒されるなこの音。マイナスイオン楽しんでいってください。乙姫の音。カメオさんまた2。そう、もともとね、俺は新宿苦手だっていうことはずっと放送でも言ってて、今ね、一番住みたい街は四国なんですよ。今まで巡った中では。でもね、俺、のんちゃんと本気で海外に住むこと考えてる。それはのんちゃんとね、二人でよく話してるんだけど、二人で、海外に住まないかっていうことを話してる。うん、ライトアップがすごい綺麗って言ってました、タクシーのおんちゃんが。最高だね。四国行ったときすごい良かったから。四国が合ってたの。ここ何時までだろうね。一応5時までだけど、ただ入れるみたいよ。夜中でも入って、なんか誰も来ないだけで入るみたいよ。入れるみたいよ。そう、ゆるゆるガバガバらしい。いい映像撮れたね。成田はもう捨ててる俺。成田には帰ってない。俺は故郷ないから、もう。思い出だけしかない。いいね。じゃあ今からですね、ちょっと移動します。すごいね、本当ね、合成みたいだよね。今からですね、あちらにある橋に行こうと思います。どうですか。あそこの橋に向かいたいと思います。ぐるぐるになっちゃった。電波取られたか。どうだい。どうだろうか。見えないかな。
今から向こう側に降ります。続きを見ていただける方はフォローお願いします。今から向こうの滝のところに行きます。滝じゃねえ、吊り橋のところに行きます。一回放送を切るので、もし見ていただける方はフォローお願いします。絶景です。絶景でございます。こちらから下ってあそこに行きます。じゃあお疲れ様です。一旦切ります。じゃあ釣り橋を渡りましょう。今から釣り橋渡ります。すごかったね、すごかったね。おのつー、埼玉にも行けますよ。はい、おのつー。あー、いいね、こういうのも。おー、揺れるよ。怖い怖い怖い。ほら。こういう景色もいいですね。どうもすごいね。あんなに滝が強かったのに。あー、どうもです。ありがとうございます。銀猫さん。頑張ります。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。花火いただきました。あざーす。ご祝儀ありがとうございます。嬉しいね。すごいすごい、綺麗綺麗綺麗。なんだこれ、すごいよ。こっちもこっちも絵になるでしょ。すごいね、すごいね。こっちもなかなかなかっこいい風景ですね。はい、ワード2。いやー、旅だな。引きこもりから、いや引きこもりではないんじゃない。別に、なんだこの階段、階段があるぞ。桜湾全部満開だよ。もうそこら中ずっとあるよ、旅先。うわー、この景色かっこいい。この景色かっこいいよ、ほら。やばくないこの景色。あー、ちょっと引かないと伝わらないかな。のんちゃんいらっしゃい、ほら。ちょっとね、伝わりづらいかもしれないんだけど、俺の視界に映ってるのはとんでもなくかっこいい絵が映ってます。ちょっとカメラのアングル的に伝わらないんですけど、すっごいかっこいい絵が。もっと高額じゃないと、人間の目ってうまくできてるんだな。超高額なんだな。すごいね。よいしょ。今いるのが吊り橋。なんだこれは。これどこ行くんだろう。この階段って何、どこ行くんだろう。階段があるんだけど、階段登ってみる。これなんだかわかんないけど、吊り橋渡ったら階段が上の方まで続いてるんだけど、冒険する？せっかくだから。ちょっと何があるか俺も全くわかりません。何があるかは全くわからないんだけど、せっかくなんで、なんかあそこ行かなかったのって言われたら嫌なんで、ちょっと冒険しますか。何があるんだろう。行ってみようか。冒険しよう。うん、行ってみましょう。すげえ急な階段だな。登ろうか。旅だもんね。なんかでも、普通の一般観光客が行かない、その看板、何があるって書いてないね。上に売店がある。
売店のためにこんな階段登らせんのアホでしょ。喉か、ジュース買いに行くのにさ、もっと売る場所他にいっぱいあるだろうっていう。なんだ、なんだこの階段。ああ、重って。マジで10キロの重り背負ってこれはきついぞ。もっと素敵な景色があるかな。なんだこれ。マジで。スクワットだよこれ、きつ。マジきついな。筋トレ、筋トレ、よし。なんだろうね。なんだろう。なんだ。何があるんだ。これ下るのがきついな。上りでこんだけきついの。下りでも相当きついぞ。10キロのリュック背負ってるからね。ハートありがとう。頑張るよー。どこまで登らせんだこれ。まだまだあるじゃん。なんでだよ、なんでこんな階段が急なんだよ。どうしてだよ。ごめんごめん、俺の中にいる藤原竜也が騒いだわ。俺の中にいる藤原竜也の血が騒いでしまってすいません。頑張りまーす。アド、ダメだ。階段を甘く見てる。階段とは、一歩一歩、着実に歩を進め、まるでそれは人生かのように、重い重い道のりなんだ。はぁ、考えられねえ。圧倒的だ。無理だ。俺には登れない。カイジ君は今、階段を登っている。最初は思っただろう。甘い。甘すぎる。ああ、階段が、先が見えねえ。ああ、待てよ。階段、終わる。階段が、カイジ君、やっと気づいたか。まだ甘い。もういいや、行こう。うん、まだある。ああ、やっと終わった、やっと終わったと思ったのに。絶望的だ。マジか、無理だ。鉄の階段が終わって、やっと、やっとなのに。一心。カイジ君。自然とはそういうものだ、カイジ君。カイジ君。石畳だ。ああ、足が、ビール。カイジ君、降りちゃえばいいんだよ、カイジ君。楽になりなさい。休息も大事だよ。班長、班長。もう登るわ。こっちの方が疲れるわ。
カイジの方が疲れるだろ。何やってんだ俺は。え、のんちゃんと俺プライベートでこんなことばっかりやってるから。ねえのんちゃん、二人でつか俺がやっててのんちゃんが一人で笑ってるだけなんだけど。風船ありがとう。何なんだこれは、マジで。圧倒的袋田の滝ザワー階段ああ階段何なんだこれ。なんなんだマジでこれ。な、売店ある？売店のお姉さんがこの道毎朝通ってるとは思えないんだけど。あるの売店。だって滝越えたぞ。滝、なんだこれ。ちょっと待って、ハイキングコースって書いてあるんだけど。誰だ？ハイキングしに来てねえぞ！おい！ハイキング求めてないから。違う。何やってんだ俺。ハイキング。マジか。もういい、登ろう。マジか。こんなハードなハイキング。書いとけよ、あそこに。どんだけ登ったと思ってんだよ。もののけ姫みたいになってるぞ、おい。おい。どうなってんだよ。え、これ降りるの俺。これ降りるのか。マジか。死ぬぞ。本当にいつか。なんで書かねえんだよ。バカかよ。いや、盛り上げ上手じゃないわ。疲れるわ、こんな。終わりだ。足を一歩でも、足を一歩でも無事、終わりだ。コカ・コーラ。コーラが飲みたい。無理だ。何段登ったんだ。さなっからダメだったんだ。無理だ。聞いてない。ハイキングなんて聞いてない。だから言ったやろ。人生にシナリオなどない、カイジ君。カイジ君の脈拍、心拍数、瞳孔の開き、すべてがハイキングだ、カイジ君。ああもうやめたい。ああ生放送を切りたい。ああ滝が近い。思ってるよりも滝が近い。帰りたい。ああ汗が止まらない。やめよう、もう。暑い。なんでこんなとこいんだ俺。汗が止まらないマジで。そう。辛い時は返してやろう。子供の頃から一人遊びばっかりやってたから。無駄に電波いいね。え？何これ？え？トラップでしょ？
あそこに財布あるんだけど。トラップだろ、絶対これ。罠だ。あんなところに財布がある。罠だ。わかってる。わかってる。でも確認したい。なぜだ。人の欲望には際限がない。財布が落ちてれば拾う。その時間のロス。もういいや、拾うか。開示、いちいち開示めんどくせえな。なんであそこに財布なんだろう。なんだ？女物の財布が落ちてる。なんで？あそこから崖なんだよ。あの木を境に崖なの。やばいな。これ崩れたら死ぬよ、本当に。崩れたらマジで死ぬよ。電波ある？ちょっと待って、荷物減らすわ。マジで死ぬかんね。なんであんなところに？なんだ？からです。罠だ。俺の体力を奪う罠だ。またはめられた。嘘だ。また騙された。一円も入ってねえ。どこまでお人よしなんだ、海津くん。財布に金などない。はぁ、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 暑い。すごいところまで登ってきたな。そうだね、ミミックの可能性もあったかんな。ミミックの果てしねえんだけど、どこまで登んのこれ、マジで。ケイス、だって俺あそこの川のところからずっと登ってきてんだよ。ねえ、すごい登ってんだよ。滝の上まで来たんだよ。いや、絶景まだっていうか、汗が止まんねえよ。俺今こんな感じだよ。てん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 。きつ。おい、やったぞ、やったぞ、やったぞ、みんな、みんな、みんなやったぞ、やったぞ。階段でーす。はい、まだまだあります。どこまで行くんだよこれ。アホだろ。山越える気か。なんだこれ。いやー、水持ってくれよかった。なんだこれ、マジで。何にもなかったらウケるよな。よくこんなところに階段作るよな。熊とかはいな、手すりなくなんの？これ帰り嫌なんだけど。普通に帰りたい。
いや、日が落ちたら一泊すりゃいいんすよ。怖くないっすよ。泊まればいいじゃないですか。泊まればいいんすよ。日が出るまで待てばいいんすよ。シンプルっすよ。なんすかそれ。泊まればいいじゃないですか、電波あるんだから。シンプルに行きましょうよ。山の頂上だろこれ、完全に。これと、お、え？何やってんだ俺。ちょっと思いつきでこうなっちゃったよ。山頂と滝どっちから見る？山頂と滝どっちから見る？バカプレゼントありがとう。山頂か滝か選んでください。時間がないっす。お願いします。どっちから見よう。山頂か滝か選んでください。あれ？山頂、滝、滝、山頂、山頂。先に山頂行きますね。先に山頂行きます。山頂行こう。やべえな、これ。マジで。帰り大丈夫かな、これ。落ちたら確実に死ぬっていうところ歩いてるからね、今。伝わったな、これ。伝わる？ラクダさんありがとう。クレイジージャーニー。なんかクレイジージャーニーっぽくなってきたよね。和道旅団。ライト持ってるよ。だからね、多分電池は持たないと思う。あ！危ないよ。死ぬぞ、本当に。これね、おばあちゃんとか来れないと思う。だから若い人しか来れない、絶対。なんでもこういうところで無駄に電波いいんだよな。長いな。言うとくけど、俺10キロのリュック背負ってるからね。軽装備じゃないかんね。イルカさんバカありがとう。ラクダさんバカありがとう。やば。この急な階段やばい。ヘンゼルとグレーテル。だって山の位置がおかしくなってるでしょ。山の高さがおかしくなってるよね。何分登ってんだ。なんだこれ。思いつきでやるもんじゃねえよ。思いつきでやるもんじゃない、これは。あ？
稲荷さんいらっしゃい。いらっしゃい。あっつ。夜冷えるだろうね、急激に。だってさ、道どんな感じか見せてあげようか、さっきから。死ぬって言ってんの。こんな感じだよ。わかる？崖なんだ。レイコさんいらっしゃい。どうもです。先ほどはどうもです。さっき、道侵食されて崩れてんだ。下崖なんだ。俺死ぬぞ、マジで。マジで死ぬぞ、これ。何やってんだ、俺。またかよ。もうやだ。何段登らせるんだよ。何段登らせるんだよ。無理だよ、もう。ずっと登ってるじゃん、俺。これほんと死ぬぞ、俺。マジで、ここで。いや、マジで。踏み外したらほんと終わるんですぜ。ほんとに。あ、でも、階段の幅が広くなってるよ。鳥の声。ネタ切れか！ネタ切れかよ！もっとしっかりしてたろ、さっきまで。もっともっと滝がどうのこうのとか、岩に天狗の歴史があるとか、もっとちゃんとやってたじゃん。鳥の声？ネタ切れにも程があるわ。もっとあるだろう、なんか。頑張れよ。つれえ、マジで。つれえ。あ、やっぱり階段こんな感じになってきた。これさ、階段じゃないでしょ、これ。もはや。ぐちゃぐちゃじゃん。おい。ダメだ。もうダメだ、帰ってやめよう。頑張る、頑張る。死ぬぞ、これ、マジで。ずっと急だしよ。ちょ。おい。責任者呼べ。店長呼べ、店長。階段、ちょっとこれ店長呼んで。責任者呼んで、これ。終わったと思っても、ずーっとこれなんだろう。なんか、騙されてんのかな、俺。騙されてるでしょ、これ、なんかに。これさ、もっとブランディングした方がいいよ。多分階段数日本一とかでしょ。これね、絶対おかしいもん、階段。もっとなんか修行僧がどうのこうのとかブランディングした方がいいよ。何千年前どうのこうのとか。この階段数はおかしい。おかしい、絶対。これね、あれだよ。俺ね、本当に言いたいんだけど、エクスカリバーが刺さってないと釣りが合わないでしょ。これ絶対、頂上にエクスカリバーが刺さってるくらいだよ。ラスボスの手前だよ、これ。ダンジョン的に言ったら。仲間の最強武器、もしくは主人公の最強武器だよ。でもね、そういう時に限ってボス出てくんだよな、強いやつが。なんだこれ、マジで。ここはね、茨城だね。袋田の滝。やった。終わった。みんな階段終わった。登ったよ、俺。登りました。ああ、階段終わった。
やったやったやった終わったよ行こう超マジかよおいどうなってんだよまだあんのかよくそ死ぬぞマジでの作り雑やべえなまずぐっちゃぐちゃだよそうだよでもやるんだよありがとうレクシーそうでもやるんだよ今下るのちょっと待って待って待ってもう頂上あと10メーターぐらいなのに今、下るの？あと10メーターぐらいでもう目の前が頂上なのに、このタイミングでもう下れば？鬼？悪魔？鬼なの？悪魔なの？登るでしょ。いや、もういいよじゃねえわ。何感動編、感動のコメントみたいになってんだ、お前ら。ふざけんじゃねえよ。俺の努力水の泡だわ。登るわ。え？危ねえ。鳥ネタ多い。さっきも聞いた。鳥がループしてる。もっとちゃんとしろ。5からおかしいぞ。森林の鳥。さっきも鳥だったろ。秋から冬って。春と夏も考えろ、もっと。バカ。適当すぎんだよ。きつい。階段こんなんだよ。こんなんだよみんな。これ階段として機能してないでしょ。足幅こんなんだよみんな。こんなんだよ。わかる？ 10 キロの重り背負ってこんな階段だよ。これ。怖いっていうの分かったでしょ？俺の滝の汗分かるでしょ？これブレイブメンロードだから。風がーっていうレベルだよ。風がー。あー。風がー。売店絶対ないでしょ。俺売店があったらババアぶったたくも。絶対売店ねえよ。ごめんね、滝寄れないわ、これ。戻れない。戻れない。階段おかしいだろ、これ。階段おかしいだろ。ちょっと。ちょっとこれさ、茨城のちょっとこれ。これはまずいって。これドラゴンクエストとかのやつじゃん。ねえ。これドラゴンクエストとかの崩れるやつだよ。マジで。絶対ダメでしょ。こんなの。あぶ。これマジで崩れたら、ぴょーんって飛ばないといけない、ほら。あぶこれ。怖い怖い怖いこれ。ほら。めくれてんだもん。誰も登ってねえんだよ。ラストだな。着いたな、これ。竹はもう行ったよ。てか、よく電波あるなぁ。それがすごい。のまえ、ね、誰だよ。のまいぬさんじゃねえ。誰だ、お前。何人が風船プレゼントしてんだ、お前。石油王来たよ。読めるか。小手半読めねえわ。風船ありがとう。
下り。何やってんだ俺。やべえマジで脱水症状起こすこれ。水が飲みたい。帰り大丈夫かな。まだ階段かよ。どんだけ階段好きなんだよ。だから鳥さっきまで文字だけだった。これ下の方にないとダメ。もうこの看板作ったやつセンスがまるでない。これは下のここまで見てこれ見る気力ねえよバカバカ。下の方だよもっと。あ、登ってみようお父さんって言わせないとダメなのに。ババア見れねえよこれ。ババア登れねえよ。なめんなよ。鳥かよ、また。鳥の話ばっかり、お前。ほんと、クレームの電話入れようかな、マジで。花火どうもありがとう。マジでこれ、クレーム入れようかな。鳥押し。鳥ばっかり、看板。バカだよ、これ。この看板立てる前になんか水道かなんか作れや。はあ、これ狙ってるよね。やっつけ仕事でしょ。花火ありがとうね。花火ここいただきました。もう頂上だろ。もうないよね。山がなくなった。行くぞみんな。最高の景色待ってるはず。最高の景色見よう。来るぞ。来るぞ来るぞ !30 分登った !30 分この階段を登り続けて来るぞ誰も来ないところだよ、これ貴重映像来るぞ行くぞ絶対貴重な映像だよ来るぞ来るぞ、はあはあはあ、うわぁああ、そうでもねえな。はあ、なんかな。曇ってるな。はあ、あれなんかイメージしてたの違くないなんか。なんかな。これ登るメリットあるここまで。これは誰も登らねえわ。なんで俺こんな登山やってんだろう。思いつきで、登ってみよう、登ってみようって。思いつきで俺、死にかけてるぞ。微妙。なんだこれ、微妙。高さも微妙、何もかも微妙。ただただきついだけ。まるで人生だな。はぁ。まるで俺の人生だよ。ただパワースポットには間違いない。レベルは確実にレベル2は上がったでしょ。ワド、まだあんのかよ。懲りねえなこいつ。全然懲りてねえな。頂上じゃねえのかよ。もういいけど、だいたい分かったから。だいたい頂上の感じはつかめたよ俺。竹はもう見終わった。これね、鎖繋いでおいた方がいいよ。ダメだよこれ、登らせたら。
もう死人出るよ、マジで。死人が出るよ。いやー、これ、ちょっと、ハイキングな、これ。これハイキングじゃないでしょ。この階段のレベル。これはさすがに登山だろう。あ、バッテリー切れる。待って。症状に行きたい。バッテリー、耐えろ。耐えろ、俺のバッテリー。バッテリーを計算してない、ワト君。君の負けだ。今確定だ。すべてが無駄。無駄だ。まるで和道くんの人生そのものだ。バッテリーが、圧倒的残量 !7%!7%! 圧倒的 !7%! 急ぎまーす。階段が嫌いだ。頭がおかしい。狂ってる。狂ってる。罠だ。人をはめようとする悪魔だ。コーラ、コカ・コーラ、キンキンに入れて、クラッシュアイスを入れて、飲みて、コカ・コーラが、幻想幻想いや、幻想なんかじゃない。これが幻、ダメだ。まだ甘えている。コカ・コーラなどない。コカ・コーラなど、ない。怪獣君、脈拍数は、腕時計で見えてる。ああ、コーラ、コーラが欲しい。ああ、ダメだ、コーラ、コーラ、自販機、自販機。ああ、きついよ。何やってんだよ、俺。まだあんのかよ。ああ、なんでだよ。ありえねえ、くそー。あ、ごめん、俺の藤原竜也出ちゃった。ごめんね。俺の中に眠ってた藤原竜也が、ごめんなさい。たまに出るから。僕は、このトレーニングをして、太ももをビルドアップしてます。とてもハードなトレーニングです。きついマジで。階段ぐっちゃぐちゃ。やべ、電波が。いやー、大手になるのって大変だな。来たか。来たか。着いたか。マジか。おい、ほんと狂ってるだろ。おい、マジで。この、俺、なんで幻覚なんか見てんのか、マジで。頭おかしくなってきた、マジで。なんだこれ。なんだこれ。見てごらんなさい。山々が綺麗でしょ。美しいパワースポットね。本当に、こんなところにピカチュウが出たら、本当に。最近の子は全然体力もなくて身振り、あ、やべ、充電切れる、マジで充電切れる。早く行こう、もうマジでやばい、
水がないんだよ。水がないんだよ。はあはあ、なんだこれ。どこ行くんだ。まずい。どうしよう。はあ、帰れんのか。これ日暮れたらやばいぞ。遭難レベルだよ。充電があるうちに。充電があるうちに。行こう。行こう。やった。天井だ。頑張ります。ふてして瞬間に視線がぶつける。何が起きたって。おどけてみせるの。マジか、火、太陽落ちるな。いや、ほら、もっとさ、もっと、なんか、祠的な、いや、もっと、祠とか、ないの？終わり？ついたけど、なんもねえ。エクスカリバーは？あれ？リーサルウェポンな、マジかよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。